世界を変えてしまおうかい。じゃあ次の人紹介しましょう。次の方こちらです。はい、よろしくお願いします、はい、佐藤源さんですね。東京在住の39歳、職業はゲームクリエイター。ここのご主人さんですか。ぽいね、なんか源さんって感じですね。そんなネタ切れやんか、そんなネタ切れやんか。この男の服装は一体なんだ。佐藤さん、あなたは何で世界を変えますか。僕は牡蠣で世界を変えようと思ってます。牡蠣、牡蠣、あの貝の、はい、貝です。ゲームクリエイターじゃないんですか。男の口から出たのは意外な言葉。なぜ、2002年ぐらいにはちょっとゲームクリエイターの仕事が結構乗ってまして、海外よく行くことがあって、まあちょっといろいろなんか、まあ僕も会社を経営するようになって、なんかお金になることないかなって思って見てたら、牡蠣に出会いまして。お、牡蠣はお金になると。理由は非常にシンプルで、世界中の市場に出回っている牡蠣が8割以上日本が種が親なんですよ。はい、そうなの。そうです、熊本とか。何でも知ってるね。はい、何君。さぞかしね、日本にめちゃくちゃ牡蠣長者がいて、要はもうそのフランスの人が、パリの人がね、いやこれは日本の牡蠣だからって言うから、うん、これすげえなと思って、牡蠣長者がいると思って、で日本でまあその人に会いに行くなりなんなり、どんな人だろうと思ったら、うん、日本の牡蠣は輸出ゼロだったんですよ。うん、どういうことそれ。だから日本の牡蠣の親貝を持って行って向こうで育てて、でそれが世界の市場に出回って。オイスターバーとかそのシアトルとかよくあるよね。あります。だからあの辺とかも親は日本な、もしかして。シアトルのオイスターバー行くと、さっき言った熊本、宮城、屈指、四国、忍者、歌舞伎、これマジ牡蠣の名前なんです。あ、そうか。親がジャパニーズシードだから。それであれと思って、何があるんだろうその先にと思って、なんでわざわざフランスから買うんだって、まあ、聞いたわけですよ、オイスターバーの人に。そしたら、まあプロダクト、プロダクトってなんだろうと思ったら、牡蠣のデザインの話なんですよ。牡蠣の殻をちゃんとデザインすると、まあ、同じ、要は同じ入れ物に殻をしてあげると、まあ、中の身が同じになるわけですね。その時、なんだ日本を作ればいいじゃんと思ったら、日本の市場はむき身市場だったんですよ。うん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 、もうあの殻がついてないやつね。そう、もう殻を開けて、でもなんでそんなことが可能なのかなと思ったら、そしてこれから牡蠣への革命が語られる。強いんですよ。回収率がめちゃくちゃ良くて、しかも増えるし成長も早いっていうのが、まあ、マガキっていう日本特有、まあパシフィックオイスターって、そいつを岩ガキに近づけたら高くなるだろうと思って、みんなでっかく太らせたわけですよ。太らせてみたら、結果太ってるから殻開けてパックしても販売できたんですよね。ところがやれ他の国に行ったオイスターたちはもうちっちゃかって、あんまりこう身入りが良くな、まあ要はまあ、あんまりクリーミーにならない品種だったりとか、もう10年育つのこれぐらいにしかならないやつとかが在来種なんですよ。だからその国の一番憧れは小さい牡蠣だったり、薄べったくて あんまりミルキーじゃない牡蠣だったり、だからそういうむき身として成り立つ商品企画が自体がなかった。牡蠣っていうのは水揚げした瞬間が一番うまいんですよ。元気をどんどん落ちていくんで、じゃあ鮮度が落ちる。そうだから、もし今中国だとかね、アジアのマーケット今どんどんシンガポールすごいですよ。パリの牡蠣を1000円で食べてるから、この国で作って届けたら勝てるんちゃうかなと思って、でどんな牡蠣を作ろうかなと思った時に、日本じゃなきゃいけない理由がいっぱい見つかって、でそれからかれこれ何年経ちましたかね、もう10年ぐらいですかね、はい、あ、10年間ずっと牡蠣のこと考えてやってんねや。なんと世界一うまいと、まあ世界中全部回りましたもん、ほぼ、で全部食べて全部研究して、こんな僕が世界一うまいと思う牡蠣ができちゃったんで今日来たんですよ。だからいっぱい喋ったんですけど、できたの。なんと自ら牡蠣を作ってしまったのだという。その牡蠣とは、これがですね、まあ僕の一番今推しているデザイナーズオイスターというかですね。デザイナーズオイスター、これどこで作ってるんですか。これは佐賀県の干潟ですね。有明海。有明海です、正解です。有明海がね、世界のほぼほぼの品種が全部いるんですよ。
あ、聞いたことある、聞いたことある。それをね、ちょっと、まあ、俺潮干狩り行ったことありますけどね。どうして、あれで話しつなげていく。福岡、福岡ですよね。そうですね。あ、そっかそっか。俺広島やから出身だから、もう牡蠣はもううるさいよ。大丈夫ですよ、うん、もうそういう次元じゃないから。これ次元ちゃうねや。だってもう食べて別次元じゃないと世界なんか取れなくないですか。そりゃそうよ、うん、とりあえず食べていいんですか。どうぞ。このまんま行ったら、何もレモンも何もなしで。そんなもの必要だったら持ってこないですよ、うん、男が恐るべき自信を誇る牡蠣の味とは。へー、これパンパンに詰まってるね、身が。うん、美味しい。うん、確かにうまいね、ミルキー。本当、でも有明海のどのエリアでやったらこんなのができるんだろう。干潟です。へえ。干潟で牡蠣。もともと牡蠣は干潟の生き物なんで、はい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 、はい、今逆に海に沈めてる方が彼らにとってストレスフルなんですよ。なるほど。そうなんや。でもこの殻の大きさに比べて身の大きさがでかいよね、やっぱりね。パンパンっていう感じだね。これ確かにすごいね。うん、まあ、今までの全て世界のマーケティングをしてきて、この牡蠣ならいけるという日本じゃないと作れないんですよ。この種日本でしか取れないんですよ。しかもその有明海でしか取れなくて、交配とかしちゃったんですか。交配はしてないです。もともといた種を、うん、あの有明海には今30種類ぐらい牡蠣のいろんなのがいて、うんうん、その中からこのサイズにこの形にデザインしたら育つであろう種だけをピックアップする方があるんですよ。みんな混ざっちゃってるから、この子やっていうのをチョイスして。そう、あの、うん、種を取る時の高さなんですけどね。そのあたりがもう企業高さって何。牡蠣がね、その高さでつく種が変わるんですよ。あの棒とか刺しとくと、ここにはこの種がついて、ここのだから、そのへえ。僕は岩牡蠣よりこういうコンパクトの貝の方が好きです、うんうん。世界の市場は一口サイズなんですよ、うん、いや、ちょっと大きすぎたら産まないよ、うん、俺もそう思う。それにはね、根拠があるんですよ、根拠が、うん、世界が一口サイズを認める秘密とは、うん、あの人間の舌っていうのが、これはあの味覚分析あるんですけど、うん、舌の上にちゃんと丸々乗っかる分だけテイスティングが可能らしいです。いろいろ調べてますね、さすが10年。いや、なんかハンダースとか1ダースで頼みたいんですよね、うん、で、うん、なんかわんこそばみたいに食うのが、はいはいはい、まあ世界の標準ですよね。あと12個あったらね、日本は素晴らしいのは、うん、こう太った牡蠣を作ってきたから、牡蠣料理がまた発展してるんで、うん、例えば最初12個だったら6個はそのまま食べる、うん、3個はちょっと味変でなんかかける、残りの3個は炙って食べる、うん、フライにしてもいいしね、もちろんね。これのフライはやばいです。やばそうやな、やばそうやわ。今日も持ってきてくれてるんでしょ、フライ、うん、じゃあフライ持ってきて、フライ持ってきて。もし今後、まあ、こう入会して会員になったらいろいろ絡むんならね入会したらフライが食べる、だしが、フライが食べれるって。じゃあやりましょうか、はい、佐藤さんの世界を変えてしまうおかへの入会認めますか。入会、はい、フライ、はい、フライください、はい、やっとできて、こっからこれをもう世に出そうという、このタイミングで来てくれた。そうなんです、そうなんです。すごい、これはいいです。これ全然ありですよ。いや、オイスターワールドカップをやりたくて、誰もやってないから。だからなんで世界一なのって何か欲しくて。え、そんなのないんですか。ない。へー、O1 グランプリ。イエス。だ、それを日本でやりたい。なぜなら世界中の人が日本の種を使ってて、でもどこが優勝したって僕の勝ちなんですやろうよ、O1 グランプリ。本当ですか、うん、やろう、ね、全然やろう、全然いいですよね。いいと思います、うん、やります、やろう。ほんで1位になろう、うん、1位にならなくてもいいんですけど、まあそのまままたゆっくり話しますもうええわ、ゆっくりはええわ入会おめでとうございます。